3球ないし4球で終わるようなピッチャーですよね。変化球高く打ち上がっています。左中間深い追いかけて取れません。柳田は2塁を蹴って3塁へ向かいます。さあ中継経由してちょっと握り直した3塁どうか、セーフ。激走を見せました柳田、3塁まで行っています。あの打球でフェンスに当たるんですね。でしたね。そんなに今日風が吹いてないんですけど、はい、まあ今まで伸びました。はい、何度となく見てきましたけどね、センターシュート、いやーもうシュートが取れないんだったら他の人も取れないでしょ、これで本人もあそこまで飛んでるっていう感じしないんでしょうね。多少確かに甘くは入りましたが、はい、でこの後ここから、うん、まあちょっとジャックしましたからね、まあ、でもよく走りましたね、はい。まあ、中継プレーの中で若干ジャックでした。まあ、そこでもっとね、あるいはクロスプレーになったかもしれません、はい。